Ki Kiara さん。いや、違う。あ、そこせんな。そこせんな。そこせんな。志麻さん、頭の上で。大丈夫。それ聞こえないね。8、7、6、5秒前、4、3、2、1。はい。楽しく行こうぜ。はい。はい、行きまーす。あ、ヘッドホン。ヘッドホン渡してあげて。あ、始まってんのかな。行くよ。行くよ。うん。ククルバナとは、宜野湾市大山にある、白神教書。なんていうのかな、生き生きと頑張っています。頑張っております。こんにちは。こんにちは。本当に音楽番組かと疑いたくなる番組、ククルバナでラブミュージック、おい、略してククラブのお時間がやってきました。はい、はい、今日のメンバーは私と、はい、そして宮下と、そして石川真理子と、スイッチ入ってる、それ入ってる、はい、石川良樹と、はい、もう一回敬語、和田垣哲也です。はい、千恵子さん、売り間千恵子です。はい、おまけの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエ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 イ。はい、確かにね。音楽の話あんまりしないね。確かにね。まあまあまあ、曲2曲流しますんで、皆さんそれを楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。やってみましょう。やってみましょう。はい。さあ、始まりましたククラブですけれども、今日は5月16日ということで、火曜日ですね。はい、おまけの部屋もいますけれども。さあ、今日のテーマを教えていただいてよろしいでしょうか、正しくん。今回は梅雨です。梅雨、はい、梅雨、梅雨です。梅雨ってあれですよ、そうめん食べるやつじゃないですよ。そうですよ。そうめん、雨です。あ、全然面白くない。梅って書いて、あ、恥ずかしい。いやいや、恥ずかしい。梅って書いて雨です。梅雨って言ったら、そうですね、そうめん。そうね、あの、あ、違います。雨が梅雨です。そうね、あの、そうね、ちょうど沖縄はですね、もう梅雨入り宣言が先週の土曜日ぐらいでしたかね。はい、されましたね。はい、で、梅雨真っ只中なんですけど、大丈夫か、はい、マイクのスタンドがガタンって下がりやったね、今。はい。なんですけれども、今日の雨はすごくないですか。相当でしたね。すごいですね。相当朝からザーザー降っておりますよ。そうですね、降ってますね、はい。ねえ、今日ね、僕、平安さんは、しゅうまくんを朝お迎えに行くんですけどね、しゅうまくんね。そうだね、58号線、雨降ったら大体もう2倍以上ぐらいに遅くな、そう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 、着くのが時間かかるみたいな。時間かかるんですよ。めっちゃ混んでるね。混むからもう。混んどるからね。混んどるからね。かなりね、出勤時は皆さんね、渋滞にはまったとは思いますけれども、うん、はい、皆さん安全運転でね、はい、ゆっくり行きましょうね。はい、はい、番組も4な、肩意地張らずにね、楽しくやっていきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは梅雨ということで、はい、よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、 ファックスは0989430094、また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しております。ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートをよろしくお願いします。よろしくお願いします。
この番組は株式会社ビッグワン、株式会社住太郎ホーム、有限会社パーソナルフードサービス、有限会社サキコーポレーション、ヘア&メイクアップアーティスト秋広元岡、アンダガシーの龍華各社の提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでね、雨にちなんだ曲を流そうかといろいろ検索をしておったんですけれども、なかなか見つからず。はいはい。あ、ちょっと一曲流してからでいい？ごめんね、あのこれ今日はごめんなさいね、平野さんチョイスなんですけども、いいはい、この曲懐かしい。わあ、みんな平野さん世代かな、分かるのは。あの分からなかったらごめんなさいね。はい、これでも有名な曲ですよ。はい、この曲いってみましょう。RC、 あ、感じた。はい、この曲いきます。 RC サクセションで雨上がりの夜空にです。どうぞどうぞ。わかる？この曲。今はの京志郎。聞こえないか分かんない。志郎さんわかるあるね。聞いてみて。ロック？ロックですよ。わかんない。わかんない。わかんない。ケイ君、よしき君に聞かせて。ケイ君、よしき君。よしき君に聞かせてあげて。全く分からない。え、全く分からない。マジだらないよ。だって世代ってこのグループですか。この雨に降られて。ん？これ RC サクセションっていう。多分分かる。聞いたことある。サビの部分分けてバッテリーが便利。あ、そう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 、イエス。そうそう、よかった、分かる人がいて。言ってもいいんじゃねえか。あ、ごめんね、よしきくん。何、何曲？曲は、リフレインで。誰の曲？3代目。ツイッターしていきます。ジェイソウル。あー！ジェイソウルの方が。ちゃん。わー、全部、エゴちゃん。おっちゃんが来てますな。彼様いたんだ。あー、わかった。あ、わかった。そうだ、ただ歌ってる人。ついた、出てますね。あー、大沢ただおかな。意味、静止動自動自体し。なんて書いてやっぱ読めんねんな、これ。読めるこれ。意味、静止動自動。今の静止、今の教授。読めつね。なんちゅう名前。ソウル。わかんないよ。こっちは平成だな。この曲って世代って言われてるのかね。多分かなり。ないや。見つからず。チューブの虹っていう曲あります？チューブの虹。あ、チューブ。チューブ。絶対あってほしいな。虹になりたいでいいの。はい、オッケー。ヘビ、ヘビ。おーイエス。次よ。
梅雨は何を言うの？ダディオ太鼓できないな。ロックンロールなんだよ、ロックンロール。はい、あ、ツイッター来てるよ、うん、ツイッター来てるよ、うんうん、シモさん、ツイッター来てるよ、はい、イビッチャおじさん、平野さん、この歌は分かるの俺ら世代までだはず、この本たち、今の教師の時代分からないですよ、でも聞いたことあるってよ、あ、分かる、何年何曲ですか、ありがとうございます、イビッチャおじさん、世代だから30年前。何年前の曲ですか？いやー、これはもう、30年以上前だよ。やったー。30年以上前。それは無理。さすがに、うちは生まれてない。さすがにね。30年前だったらちょっと無理だよね。あんちゃんだったら全然そうですけどね。まさか30年前のもの。すごいなー、ちょっとこれ。そろそろ行きますぜ、はい、Thank you、 ありがとう、どうもありがとう、なんでそのはい、あ、なんつーすか、すげーこと聞いた、はい、お届けした曲は RC サクセションで雨上がりの夜空にでした、ヤンキーが出てる、はい、ヤンキーが出てるヤンキーが出てくる、もうそんな感じのロックンロールですよこれは、あ、いいですね、久しぶりに聞きましたね、ありがとうございますね、ロックですね、これあるんじゃない、聞いたことないです、全く、自分もあります、ある、あ、よしき君ある、はい、ね、ありがとうね、お、他いる、ある人、あ、お、ケイ君もあるの、もうマイク通して喋ってもらっていい、やったばと出てる大沢たかおが歌、はい、歌ってる、あ、歌ってた、大沢たかおさんが、うん、そうなの、そうなんだ、志麻さん、この曲聞いたことあった、わかる、この曲聞いたことあった、志麻さん、あ、うん、あるよ、ある、これなかなかいいロックじゃない、ロックだね、いいロックですよ、はい、まあまあ梅雨なんでね、はい、雨上がりの夜空にっていうね、まあ梅雨時期ですけれども、ちょっと晴れ間とかね出るじゃないですか、その時にね夜空が見えるといいなと願いを込めてこの曲を、そんな大したもんじゃないんですけどね、はい、すいません、ありがとうございました、はい、皆さん調子してみました、はい、ツイッター来てますよ、イミッチョおじさん、はい、皆さん、この歌わかるの俺ら世代までだはず、この子たち今の京志郎時代分からんはずよって、でも分かる人いましたよ、はい、分かる人いましたよ、はい、あ、いみちゃんおじさん、またツイートありがとうございます、ん、3月末に FM 技能案にお邪魔した時、番組後の平野さんに英春の高校の同級生のいみちゃんおじさんですって挨拶したけど、平野さんが財布に手を突っ込んで難しい顔してたから声かけなかったさって、あ、そうなんですね、気づかなかった、一緒だな、ありがとうございます、はい、ぜひね最後まで聞いててください、よろしくお願いします、やっぱり縁で聞く人もいるんだね、そうだね、うん、ありがたいね、皆さん縁がいる人いますか、縁がいる人、縁がいる人、縁がいる人って、縁がいる人、縁欲しい欲しい、あ、そういうことじゃなくて、縁がある人の中でラジオ聞いてる人いますか、あれラジオ聞いてる人いますか、いますか、あれ意味が分からなかったかな、縁にしてしょ、そう縁って言ったらどっちの縁か分かんないんだな、縁にしてになってる、縁にしてだと分かるけどエニシー、あ、そうね、エニシー、縁と書いてね、エニシーとも呼びますね、はい、縁のある人が聞いてる、聞いてる人いるねって、ヒューマさんが、あ、分かんないか、分かんないかな、メンバーじゃないですか、ね、あまり誰が聞くっていうイメージ持ってないんだな、あ、まあそうかもしれないね、はい、はい、では、今日のテーマなんですけども、今日のテーマは梅雨ということで、はい、梅雨のお話していきたいと思いますけれども、はい、まず梅雨のイメージってみんなあります、梅雨のイメージ、イメージどんなイメージ、梅雨のイメージ、台風の前ってイメージ、あ、台風の前台風の前、あら、台風の前、
他には梅雨のイメージ。志保さんイメージある？梅雨のイメージ。梅雨のイメージ。うん。梅雨イメージか。うん。よく言うところで言うと、まあまあジメジメしてるとかさ、あるじゃないですか。イメージ想像って意味だからね。そう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 。花で言ったらやっぱりアジサイということですかね。ああアジサイ。はい。ああいいですね、お花ですね。うん。アジサイっていいね。お花のイメージね。はい、はい、ってなんでそこでええって聞いた。あ、ケイヤ君は梅雨と言ったら何年、どういうイメージ、どういうイメージだろう、どういうイメージだろう。ひまわり、ひまわり、ひまわり、意外、意外だね。ひまわり、まあまあお花はいいね、お花は、うん、普通なんかね、ひまわりって言ったらなんか晴れ、晴れた太陽みたいなイメージだけどね。すごいなんかあれじゃない、ちょっとあのみんなと違う感性持ってるね。ちょっと連想ゲームしてみようね。してみよう、してみよう。梅雨、今ね、梅雨といえば、梅雨、あ、まあ、左回りでね、左回りでいく、うん、あ、じゃあシューマさんから、はい、梅雨こっちしりとりかい、うん、こっちは梅雨といえば梅雨。はい、どうぞ。あ、まあ全体的にでいいんじゃない、うん、あ、今千恵子さんとケイヤ君は答えてくれたから、他のメンバー、あ、じゃあマリコさんと、はい、連想ゲーム、梅雨だよ。はい、梅雨です。梅雨何がありますか。梅雨といえば、まあすぐパッと思いつくのでいいですよ。はい、ケイヤ君どうぞ。2つ目、そうめん。そうめん、あ、そうめんの梅雨、ね、そうめん、うん、なるほど、味が濃いね、確かに。そうめん意外だね、うん、あ、そうなんだ。なんでそうめんなの、ケイヤ君。梅雨は、うん、そうめん食べる。あ、そうなんだ、うん、ケイヤ君のお家では梅雨に入ったらそうめん食べる機会が増えるってこと、うん、初耳、珍しいね、うん、ケイヤさん初めて聞いたな。あ、ヨシキ君は、あ、ま、マイク渡してあげて、ケイヤ君。そう、はい、自分はあの、はい、朝顔ですかね。あ、朝顔、あ、朝顔いいですよね。朝顔ね、はい、朝顔です。いいね、みんなお花だね。お花いいね。小学校の頃に行くよ、1年生の時に育てましたよね。育てたね、大抵育てますよね、はい、朝顔とかなんか、ね、そうね、朝顔は大体育てるんじゃない。育てた人、はーい、あれ、はい、お、そうなの。千恵子さんは育てたかった、育てるっていうよりも水やったりとかして、うん、あ、そうかけたり。あ、じゃあそれ育ててるって言うんだよ。あ、そっかそっか。え、よしきよしきじゃない、正しくは、はい、ないです。え、正しくないの、はい、注目もないの、うん、朝顔ないないない。あ、マジで。あれ、あの小学校1年生の頃みんなで育てませんでした。あ、でもね、学校によってはもしかしたらね、育ててないのかもしれないね。あ、そっかそっか。アジサイじゃなくて朝顔だったな、枯れたけど。うん、朝顔、朝顔だら、うん、朝顔だったらやったけど。あ、マイク朝顔だったらやったけど、アジサイだったですね。アジサイじゃ、朝顔の話。朝顔だったアジサイかな。朝顔だよ、はい、朝顔か。そうなるほど。そっかそっか。まあ育ててない学校もね、あるかもしれませんけどね。そっかそっか。梅雨といえば、正しくんは、うん、そうっすね、うん、夏が入るくらいかな、うん、夏が入る手前の準備かなって。ああ、まあまあそうですね。6月と4月の間の春と夏の間、うん、春と夏の間。あ、まあそうだね、6月は夏と。そうだね、この時期はね、まあ気温も上がってね、ちょっとジメジメしたりとかねしますからね。さあ、今日のテーマは梅雨ということで、はい、はい、もう一曲いってみましょうかね。はい、もう一曲いきましょう。はい、あ、これですね。はい、ではこの曲いきたいと思います。チューブで虹になりたいです。どうぞ。当たってる、当ててる。おぉ、イミチャおじさんとかまたついてる。あ、イミチャおじさん、ありがとうございます。梅雨は
洋服が生乾きしてて汗かいてくると臭くなるよね。なるよね。ある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 。おじさんの匂いは犬かじゃするって言われたな。それにしても梅雨でもうちなんちゅう傘をささない人多いですね。ね。はい、みちゃおさんありがとうございます。そうね、傘さす。さしますよね。さす。一応さす。まあまあ。雨強すぎたらね。まあ。それはね、さすわな。あれは。不安だったらそんなささないかな。あ、でもなんかあれだな。ちょっとした距離だったら刺さなくてもいいかなみたいな。そうそうそう。感じだね。こっちからあっちにジュース買いに行くだけだったらみたいなね。うん、でズブ濡れになる。そうそうそう。そういうのありますね。あるある。平野さん高校の時は傘持ってたんですか。うん、うん、傘持ってなかったね。高校の時はね。そうね、折りたたみ傘も持ってなかったよ。葉っぱ？葉っぱ？そう。葉っぱの傘？あの大きい葉っぱ？違う違う、あの、あの、切るか、カッパ。あ、カッパ。葉っぱって聞こえた。葉っぱって聞こえた。カッパ。カッパ。あのほら、トトロがこう刺してるような。ああ、なるほど。でもそれ。葉っぱいるんですよ。あったらいいなと思う。これ どこで生活してんだ俺は。そうカッパね。あ、でもカッパもつけんかったな高校の時は。皆さん自転車で行ってたんだけど。自転車で行ってたんだけど刺さなかったね。カッパも刺さなかったし葉っぱも刺さなかった。あ、カッパは着なかった。あの歌昔うっちゃんがっちゃんとあんまりなんか嫌いっていうてこんなの歌でしたか。懐かしい。お、ゆめっちゃおじさんありがとうございます。この歌昔うっちゃんなんちゃんの番組の中で未来日記ってコーナーの歌でしたかね。懐かしいねって言ってますね。ありがとうございます。あったね未来日記ってね。 ありましたね。16年前です。何年前？もう16年前。16年も前だ。うちが小学校の時に未来日記は。あ、そうなの。まあ流行ったからね。そうなんだ。そのとこに、その時の曲なんだね。何言ってんの。はい、5月16日火曜日のククラブをお届けしておりますけれども、はい、もうエンディング近くなってまいりましたね。今日のテーマは梅雨ということで、はい、皆さんね、イメージとか聞いておりますけれども、はい、梅雨、まあ梅雨といえば雨なんですけど、雨をなんか楽しく過ごす方法とかある人いる？雨を楽しく、あ、はい、よしきくん、はい、あ、マイク渡してあげて。梅雨、
なんか散歩行くってのはどうですか、なんか傘かなんか持って。あ、散歩？あ、はい。あ、そうね、なかなかね、うちなんちゅうもう雨降ったらヤーグマにしようかなみたいなね、お家にこもっとこうかなって思って思う人が多いかもしれないですけどね。これ逆にね、逆に、はい、まあ雨靴履いてね、ちょっとあの傘さして散歩する、あ、いいかもしれないですね、これね、はい、でもなんとなくほら大人になったらさ、あの出たくない感じはするけど、あの子供って雨降ったら出たくなるさね、あの時のねなんかあの気持ちとかまた思い出すかもしれませんからね。そうですよね、はい、雨ふれふれ母さんがみたいな、ありますね、あね、蛇の目でお迎え嬉しいなんつってね、あーいいですね、ね、ピッチャピッチャ、はい、さあお届けしてまいりましたククラブですけれども、はい、ククラブではメッセージを募集しております。メールアドレス797@fmギノワン.com、ファックスは098-943-0094。はい、今日のテーマは梅雨ということでみんなで話してきました。ぜひ来週もまた聞いてください、よろしくお願いします。さあ今日のお相手はじゃあこちらからどうぞ、崎山俊馬でした。はい、そして宮城忠です。はい、そして石川真理子と、はい、上山千代子です。そして、はい、スイッチまた消したんじゃないか、石川由紀です。はい、おもげの縁でした。また来週、バイバイ。はい、お疲れ様でした。よいしょ、ちょっと。